ちょっとこう、今、こう、ご経歴とか、まあ、僕も飲食業なので、ちょっとこう見させていただいたときに。一番こう率直に思ったのは、あの、こう、あの、悪口とかじゃなくて、あの、ちょっと勘違いされてるかなと思ったんですね。ホテルに入られて、一年九ヶ月で、と、多分、最初オムレ作ると思うんですよね。とりあえず、一年九ヶ月で、その。 うん、このオムレツの,この形だけ表面のところだけで今こう独立ちょっとされようとしてるからこのままいったら多分僕必ず失敗するんじゃないかなってそれがまあ皆さんおっしゃった通りその味にそのまま表面はいいけど味のこの中身の部分にあの伴ってきてないのかなっていうふうにあの今ちょっと正直にちょっと今僕は思ってましたそういうふうに見ててはい、はい、それはどう思いますかあおっしゃる通りだと思います やっぱり長く続けていくってやっぱり本当にいいものじゃないと、まあ、飲食店もそうだしあのどんな授業でもそうだと思うんですけど、うん、やっぱり一過性ですごい派手なものってバーンって跳ねるものはあると思うんですけどやっぱり長く続くその根本のそういうしっかりしたこう根元の部分がちょっとないかなっていうのはちょっとあの思いましたはいまあ肉焼いたり魚焼いたりあとはあのソースばっていうのもまあ経験しないまま,まそうですよねやめましたりとか まあ大変でしょうからおそらく一時何時間も働いて多分大変怒られて追っかけ回されて僕もやっれたことあるんで、うん、あの大変だと思うそれが多分その前がちょっと嫌になってちょっとあの、うん、や,めやめちゃったのかなだからまあその表面のすごい綺麗なものは表面上のすごい、うん、作れるけどやっぱりその中身の部分がやっぱりこう乗ってきてないのかなっていうのはちょっとあの思いました、はい、ではあの松本さん最後に、えー、とこの後最終決断に入っていきますので、はい、えと今まだ。 えとお伝え足りなかったことありましたらぜひお伝えください、うん、まず、えー、おむとまなんですけど、えー、おっしゃる通りありまだ形になりきれてない状態で出してしまったってことがあの軽率でした申し訳ございません。 オムレーツは、確かに人を幸せにする、力があると、本当に思っているので。それを実現させるための手段が、それが。料理教室なのか、キッチンかなのか、何なのか、自分の中で、もう一度、しっかり、見直したいと思います。こ,えー、こ,このような場を設けていただいて、ありがとうございます。はい、まあ、これ以上も、特に、言うことはございません。はい、わかりました。 え、では、最終決断に入ってまいりたいと思います。と、私もナッシングです。えっと、まあ、なんか、こうそ、実直な方で、まあ、今、ちょっとね、目に涙もちょっと浮かべられてるぐらい。あの、こう、思いも持ってる方だと、思うので、ぜひ、あの、完成して。あの、本当にお店出した時とか、おもらしできたら、ぜひ、本当食べたいと思うので、あの、その時はよろしくお願いします。はい、頑張ってください。今日までに百十人ぐらいの志願者をお迎えして、一番。オールに、ものすごく近かった状況の中から。 ナッシングになっってしまった感覚が僕の中には強いです、はい、あのでもこれもですねあの、まあ、宿命というか一つのきっかけでこういう形になることもあるんだなってつくづく僕もあの思った次第でしたけどもあの再三繰り返しになりますけれども松本さんあの本当に今日いろんなことを言っていただけたのでこれをぜひあの自分でねあの受け止めてなんか次に生かしてもらえば 失敗の確率が少なくなると思うので頑張ってくださいよはい、まあ、未完成のものを出してしまってまず申し訳ございませんえっとまあこの料理は本当に人を幸せにする力があると思うのでこれからもまあ、まあまあ、これがキッチンカーというやり方なのか料理教室というやり方なのかは分かりませんがこれを広めることはやめないように書いてからも頑張りますとうござしました